はい、外は雨ですね。今日はね、雨の日だけども薪ストーブを使ってやっていこうと思います。雨の日薪ストーブシリーズですね。ちょっとね、いつもと変わった感じで撮影しようと思うんだよ。 GoPro を使ってやろうと思うんですけど、いつもはねカメラを置いて撮影するんですよ。だけどもそれだとね、こう邪魔だから、ちょっと新しい試みで GoPro で自分の目線視点で撮影したら結構楽にいい感じの映像が撮れるんじゃないかなということですね。今日はちなみに何を作るかというと、まあピザです。ピザ、ミートソースがね、この前作ったやつが余ってたから、それを使ってなんかできないかなと思ったんだけども、いつもねミートソースはオムライスとかにして食べてんだけども、ちょっと毎回それだと芸がないなと思って、今回はピザでやろうと思います。ピザって言ってもね、なんちゃってピザですよ。本格的なピザはやっぱりピザ窯がないとできないからな。なんちゃってピザですわ。よいしょ。あ、そうだそうだ。まずは小麦粉と塩を入れて生地を作るんですね。こんな感じでね。水を入れる。最初はね、こうやって箸である程度かき混ぜて生地をまとめて、である程度まとまったら台の上でこねるんだけど、ほらこんな感じである程度まとまるんですよ。そしたら台の上にこのようにちょっと粉をまいて、くっつかないようにして、はいっと生地を置きます。生地をひたすらこねていく。ちなみにね、このマットなんだけども、アマゾンで1000円ぐらいで買ったのかな、シリコンマットで。これ結構いいですね。コンパクトに収納できるし、で生地離れもいいんだよね。ベタベタくっつかないし、しっかりこねてね、グルテンを出していきますか。ちょっと打ち粉が足りない気がするな。もうちょっと追加。ちなみにこれ薄力粉ですね。ピザって言ったら強力粉の方が良かったかな。まあ適当に余ってる粉を使ったんで何でもいいんですよ。そもそもこれピザっぽいものだからな。本当にピザを作ろうと思ったらピザ窯を用意しなきゃいけないんだけどね、それはお金も手間もかかるから、薪ストーブで適当にやる。そうしたらね、ちょっと火を起こすんだけども、一番最初に火を起こしとけばよかったな。ちょっとね順番ミスった。ちょっと段ボールが大量に溜まってるから、最初の着火多めに使おう。ペーパーログで段ボール消費しようと思ったけども全然使えなかったから、やっぱりこういう着火の時に段ボールを消費するのが一番いいですね。はい、そうしましたら生地を作っていくか。半分、とりあえず半分ぐらいがいいかな。で、そしたら棒で伸ばしていくと。丸く伸ばすのが超難しいんだよな。何回かやってるけどもね、絶対深円になんないんだよね。いびつな円になる。ほら、もういびつになってる。こんなもんかね。そしたら油を敷いて焼いていきますか。ピッとやって、火力足りねえな。伸ばしてピッと敷く。よいしょ。
よいしょ。まあ、片面を焼いたらひっくり返して、そしてミートソースを塗っていくんだけど、塗っていきます。チーズですね、振りかけまして、チーズじゃんじゃん使っていこうね。したら蓋をして焼くと。なんだが、あ、焦げ目がついてるな。そしたらもう完成でいいや。はいと、完成。これね、チーズが焦げてないけども、これで強制的に焦がす。小屋暮らし三種の神器としてね、このガスバーナーをあげたいですね。これマジで便利だわ。これがあるだけでだいぶ小屋暮らしのバリエーションが広がる。よっしゃ、完成。どうぞ食べてください。はい、いただきます。じゃあ倉庫へ行ってるうちにこっちのピザも完成したし、うん、あ、これ一人一枚なの。でもこれちょっと冷めてる、うん、ちょっと冷めてる、電子レンジで。いいよいいよ、こんなに冷たくなってないでしょ。いや、焼きたて食いてえじゃんで、うん、これでさらに焦げ目をつけるピザってるな、俺。うん、クリスピーピザだよ、これ。家にピザ窯がな、はい家にピザ窯がなくてもまあまあそれっぽいものができる動画。うん、これかなり美味しいよね。うん、うまい。これ余ったミートソースで作ったんだけども、パスタ用のさ、レトルトミートソースとかでもできるからね、うん、いいんだよね。あ、そっか。そう考えるとさ、これめちゃくちゃ手込んでるよね。待って、もうミートソースから手作りだったらな。そうだな、うん、でもやっぱりミートソースは手作りした方がいいよ。なんかレトルトの安いミートソースって全然具入ってねえじゃん。最低でもなんか300円とか400円ぐらいの高いの買わないとね、うん、ただのなんかトマト汁をさスパゲッティにかけて食べてるような感じになるじゃん、うん、ピザってなんか生地を寝かせて発酵させるじゃん。そうなの。そうそうそう、これもう発酵させずにいきなりやったからな。しかも薄力粉だし、本来は強力粉使うんだけど、まあ全然問題ないわ。問題ない、うん、昔ね、うん、ロケストでピザ作る動画作ったんだけども、うん、えらいめんどくさくてさ、生地発酵させたりノブフェンガンは焼いたりとか。あ、ロケストであれで焼いたんだ、うん、そう、で大してうまくないしな、うん、とりあえず完成写真はなんか美味しそうに撮って、うんうん、でそれをブログにアップしたんだけども、実際そんな美味しくなかったんだよな。でもなんかちょっと見栄を張りたくて、これ美味しいピザが焼けましたとかって嘘ついたんだ見栄が張りたい年頃だったんだ。そう、なんかあの時ちょうどさ、うん、まだいろんな人が小屋ブログやっててさ、うん、で2チャンネルのなんかその小屋暮らしすれも割と賑わってて、今知らねえけど見てないから、うん、でなんか結構みんなでさ、何々の小屋暮らしと比較して、比較して何々はどうだみたいな、なんか超言われてたから俺もなんか比較されたくないと思っていい小屋暮らし見せなきゃって、なんかやたら見せかけの小屋暮らしやってた時代があったわ。勝也がロケストでピザを焼いたぞって、それに比べて丸々の小屋暮らししときたらまた全く貧乏臭いみたいな感じでさ、常に何かと比較して何かやってる感じでさ、もう怖くて俺ひたすら見せかけやってた。勝也にもそういう時期があったんだな。時期があったけども、もはや取り繕うのに疲れたから包み隠さずにやっとりまーすまあ自然体が一番いいよ。うんというと自分も疲れないし。そうそう、はいはい、ということで今日はピザでした。